ケピコグラム協会、ケピコグラム協会、ケ p ピジ協会とは、地質年代区分の用語で、約6550万年前の中世代と新世代の境目に相当する。県世代において5回発生した大量絶滅のうちの最後の事件。恐竜を代表とする大型爬虫類やアンモナイトが絶滅したことで有名であるが、海洋のプランクトンや、 植物類にも多数の全滅種があった。種のレベルで最大約75%の生物が絶滅した。また、個体の数では99%以上が死滅した。ケーピコグラム教会では、口述するように、メキシコのユカタン半島付近に直径約1 0トルの巨大隕石、チクシュルーブ衝突体が落下したことが知られている。この隕石落下が、 大量絶滅の引き金になったとされる。中世代白亜紀、と新世代古代未期の境目であることから、K ピコグラム教会、または KP 教会と呼ばれている。スラッシュで接続し K、ピコグラム教会とすることもある。白亜紀は、英語ではクラテイショスだが、頭文字が C で始まる、地質年代区分が多いため、ドイツ語のクライドから取った。 頭文字 K が略号として用いられる。かつて、新生代最初の木は、第2期、とされており、この教会も、第三期の頭文字 T を取って、KT 教会と呼ばれていた。研究の進展に伴い、かつての、第三期は、古代三期と、新第三期の二つの木に区分されようになり、1989年に、国際地質科学連合は、 第3期の語を正式な用語から外した。このため、この教会も、K ピコグナム教会と呼ばれるようになったが、KT 教会の語も依然使用されている。中世代は、陸も海も大型爬虫類の前世時代であった。特に恐竜は三条期末から白亜紀の最後にかけて、主要な生物として地上に君臨した。翼竜は三条期末に空中に進出し、白亜紀前期。 終盤まで繁栄し、その後数を減らしつつあった。海中では三畳期以来の魚流は、ケーピコグラム教会事件の前にはすでに絶滅していたが、主張流や大型の海と影モササウルス類などは、白亜紀の最終段階まで生存していた。また、アンモナイトは、古生代から出現し、ペルム期末の大量絶滅を乗り越え、再び繁栄した。ケピコグラム教会を境にして、 すべての恐竜、翼竜、主張竜、アンモナイトが絶滅した。生き残ったのは、爬虫類の系統では、比較的小型のカメ、ヘビ、トカゲ及びワニなどに限られた。恐竜直径の子孫で、鳥類もも大きな打撃を受けたが、原生鳥類につながる魔鳥類は、絶滅を免れて、現在も存続している。海中では、アンモナイト類をはじめとする、海生生物の 約16%のトガと47%の族が姿を消した。これらの生物がいなくなった後、それらの生物が占めていたニッチは哺乳類と鳥類によって置き換わり、現在の生態系が形成された。陸上の植物省は、白亜紀末には、騎士植物が多様性化を遂げていたが、ラッシュ植物の新葉樹類に比べれば、数は少なかった。 ケピコグラム境界前後の花粉分析の結果、ケピコグラム境界直後のシダ植物の一時的進出を挟んで構成を大きく変化させていることが明らかになった。なお、その花粉中にユリの花粉が発見されており、衝突時期は6月だと推定されている。海中では海の食物連鎖の基本となるプランクトン類が大打撃を受け、 そのためアンモナイト類などの中型生物が多数絶滅し、中型生物を捕食する大型生物のほとんどが絶滅した。白亜紀の名のもとは、当時の海洋に多数生息していた、塩石藻類や有効虫類の炭酸カルシウムの殻が堆積したチョーク、白亜である。海洋での K ピコグラム境界を記録した地層では、 有効虫類が激減したため境界を挟んだ上下でプランクトンの種類がほぼすべて変化しており、その違い、有効虫の化石の有無や地層の色の違いが肉眼で確認できる。陸上では恐竜がことごとく全滅し他の生物にも莫大な影響があった。ただし、鳥類よび小型の獣脚類の一部を除くとアラモサウルスなどのごくわずかな種類が ケーピコグラム協会の上から見つかった報告例があることから、その後もしばらく生き延びていた可能性が化石から示唆されている。ケーピコグラム協会直後の陸上植物の特徴として、シダ類の異常な反応が挙げられる。地質時代の広範囲な植生状況を調べる。手段として、堆積物中の花粉や胞子の化石を調べる方法がある。北、アメリカにおける、 化石の研究では、白秋の花粉や、胞子の化石中のシダ胞子の比率は、約25%だったのが、K ピコグラム協会直後では96から99%が、シダ胞子となっている。シガ類は、噴火による溶岩や火山灰によって、すべての植物が消滅した荒れ地に最初に反応することが確認されているが、K ピコグラム協会事件の直後に広がった荒れ地を、 シダ類が覆ったと想定されている。この顕著な現象はと呼ばれ、K ピコグラム境界直後のプランクトンがいなくなった、海中で堆積した複数の地層からも見つかっている。このことは広範囲にわたる地上の植生の後輩と海洋の絶滅が同時になしたことを意味する。シダ類の優先した期間は短く、次に下半輪などを作る荒れ地に適性のある。 奇脂植物が繁茂し始めたが、植物多様性の回復は遅れ、最終的に白亜紀レベルの多様性まで回復したのは、約150万年後であった。地質学の分野では、19世紀以来チャールズ・ライエルが提唱した過去に起こったことは現在観察されている過程と同じだろうと想定する精一説が基本とされてきた。この考え方に基づけば、 天変地異を原因とする生物の大量絶滅は地質学者の間で考慮されることはなかった。夏季の隕石説が提起されるまで恐竜絶滅の原因として夜間も活発に活動する哺乳類の台頭によって恐竜の卵が食べ尽くされたあまりに巨大化した恐竜は種としての寿命が尽きた白亜紀末期に出現した騎士植物に対応できなかった等の説があったが いずれも客観的な証拠が欠けていた。1980年、アメリカカリフォルニア大学の地質学者、ウォルター・アルバレス。アルバレスとその父で、ノーベル賞受賞者でもある物理学者、ルイス・アルバレス及び、同大学放射線研究所各科学研室の研究員2名が、ケピコグラム協会における大量絶滅の主原因を隕石とする論文を発表した。 アルバレスフ氏は、イタリアのグビオに算するケピコグラム協会の薄い粘土層を彼らの研究室にしかなかった微量元素分析器を使って分析し、他の地層と比べ20から160倍に達する高濃度のイリジウム検出した。イリジウムは地表では極めて希少な元素である反面、隕石には多く含まれること、デンマークに算出する同様の粘土層からも同じ結果を得たことで、 イリジウムの濃州は、局地的な現象ではなく、地球規模の現象の結果であると予測されることから、彼らはその期限を隕石に求めた。またこの論文では、巨大隕石の落下によって発生した、大量のゴミが、地に届く、太陽光線を激減させ、陸上や、海面の植物の光合成が不可能となって、食物連鎖が完全に崩壊した結果、大量絶滅をもたらしたとした。 衝突直後の昼間の地上の明るさは満月の夜の10%まで低下し、この状況が数ヶ月から数年続くと推定した。この論文は地質学者の激しい抵抗で迎えられた。反論の中で最も有力だったものがイリジウムの起源を火山活動に求めた火山説である。地表では希少なイリジウムも地下深部には多く存在する。 それが当時起こっていた活発な火山活動、インドのデカン高原を作った面積100万平方キロメートルに広がる洪水源武岩、デカントラップにより表に放出されたとするのが火山説であり、隕石説に反対する多くの地質学者がこの説を支持した。巨大な洪水玄武岩の噴火は、ケピコグラム協会より規模の大きな大絶滅であった PT 事件の原因推定されており、 生物界に大きな影響を及ぼすと考えられる。アルバレス論文では、イタリアとデンマークのイリジウムに富む薄い粘土層が分析されたが、論文発表の直前に、ニュージーランドのケピコグラム境界層でもイリジウムの濃臭が確認された。引き続き同様のイリジウム濃臭層が、スペインアメリカ各地、中部太平洋、南大西洋の海生堆積岩層の計、 ピコグラム境界に相当する部分や地上で堆積したケピコグラム境界の泥岩層から確認された。これらの特徴的なケピコグラム境界層の厚さはヨーロッパでは約1センチメートルであったが北アメリカのカリブ海周辺やメキシコ湾岸では厚さが1メートルを超える上構造や成分の異なる2層が観察され衝突の結果形成されたクレーターが付近に存在すると考えられた。 北アメリカの K ・ピコグラム協会の年度装中には、高熱で地表の岩石が誘拐して飛び散ったことを、示すガラス室の岩石テクタイトとそれが風化してできた、スフェルール・高温高圧下で編成した、衝撃石英も発見されており、これらはすべて、隕石衝突時の衝撃により形成されたと、考えられている。1980年の論文では、 全世界に撒き散らされたイリジウムの量や、K ピコグラム境界層の厚さをもとに落下した隕石の大きさを計算し、直径10プラスマイナス4キロメートル程度と算出した。しかし、落下したことの最も確実な証拠であるクレーターは、当時発見されなかった。調査が進むにつれて、K ピコグラム境界層の厚さから、北アメリカ近辺に落下したらしいという点と、 カリブ海周辺及びメキシコ湾周辺のケピコグラム境界層で津波による堆積物が多く見つかることから落下地点はこの近くにあると推定されるようになった。1991年巨大隕石による衝突クレーターとみなされるユカタン半島北部に存在する直径約1 7 0キロメートルの円形の磁期以上と重力異常構造がヒルデブランドらによって 発見された。この環状構造は、石油開発関連の調査から導かれたもので、一部の関係者は把握していたが、1991年まで広く知られることはなかった。1975年には、古い火山中央部と見られる環状構造、1981年には、噴出物を伴う衝撃光と報告されていたが、ケーピコグラム教会と関連付けた報告ではなく、 大きな注目を受けなかった。これらの報告に使われたデータは、メキシコ石油開発公団、ペメックスが石油探査のために行った調査によるものであった。ヒルデブランドらが、ペメックスが採集していたボーリングサンプルを再調査したところ、クレーターの形成年代が、K ピコグラム境界と一致すること、含まれる岩石成分が、周囲に飛び散ったテクタイトと一致することが判明し、 ケピコグラム協会で落下した巨大隕石によるクレーターであると確認した。確認されたクレーターは現在のメキシコユカタン半島の北西端チクシュルーブで直径約 200km 深さ15から 25km のチクシュルーブクレーターと見積もられた写真参照クレーターの直径についてはその後1995年に 直径約 300km という説も発表されたが、現地での地震探査の結果2009年の時点では直径 200km が妥当とされている。また、隕石落下地点は当時石灰岩層を有する旋海域だったと推定され、隕石落下により高さ 300m に達する巨大な津波が北アメリカ大陸の沿岸に押し寄せたと推定される。 火山雪については1999年にフランスの地質学者クロード・アレグレールらが白亜秋末に該当するデカン洪水溶岩の年代について6660万年前誤差プラスマイナス30万年と推定したこの年代値はイリジウムの濃集した堆積層よりも明らかに古く隕石衝突に先行して噴火が起こったとしている また火山由来のイリジウムの場合は同時に、ニッケルとクロムの濃度増加を伴うが、K ピコグラム境界層からは、イリジウム以外の元素の濃州は確認されていない。2010年、ピーター・シュルツ博士をリーダーとする12カ国の地質学、古生物学、地球物理学、惑星科学などの専門家40数人からなる、チームは、K ピコグラム境界堆積物から得られた、様々なデータ。 総学、微古生物学、岩石学、地球科学をもとに、衝突時及び火山説について、その妥当性を検討し、チクシュルーブクレーターを形成した隕石の衝突が、ケピコグラム協会における大量絶滅の主要因であると結論付ける論文を、サイエンス誌に発表した。2014年3月、千葉広大が、 この時期の生物大量絶滅は隕石衝突による酸性雨と海洋酸性化が原因であるという論文を発表した。これまでに提案されている絶滅機構の仮説では地質記録に残る海洋生物の絶滅を説明することは非常に困難で最大の未解決問題として残っていたが大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの 高出力レーザー撃光 G5 を使って宇宙速度での衝突蒸発、ガス分析実験に成功。実験結果から先行研究で想定されていた二酸化用、アリウ酸ガスではなく、硫酸になりやすい酸酸化用、発塩硫酸が隕石衝突で放出されるとが分かった。さらに理論計算を行ったところ、衝突で放出された酸酸化用は数日以内に、 酸性雨となって全地球的に降ることと、その結果起こる深刻な海洋酸性化が明らかになった。地球惑星科学を専門とする教授らが2015年10月に発表した研究成果によれば、精密な年代測定方法によって、衝突時期が約6604万年前、誤差は前後3万年だったと特定されたという。 前述の2015年発表の研究成果においては、6 6百4万年前に長巨大隕石が衝突し粉塵などが大気に広がったのと時期を同じくして、6 6百4万年前、交差は五万年にデカントラップからの溶岩流出が増加しているのが確認された。溶岩流出は隕石衝突で誘発されたものであり、この二つの事象が同時に作用して、 大絶滅が引き起こされたと考えられている。海の生態系が回復するまで約40万年かかったと推定されている。中生代を通じて地球の気候は温暖であった。当時の爬虫類の分布から想定して平均気温は現在より重摂氏15度程度高かったと考えられる。原因として大気中の二酸化炭素の濃度が現在よりも高く。 温室効果が大きかったことが挙げられる。中生代は火山活動が比較的活発で火山ガスによって二酸化炭素が大量に大気中へ供給された。中生代の二酸化炭素濃度は現在約0.04%の10倍以上あったと推定されている。中生代に反映した恐竜を代表とする生物種はこの高温に適応した生物であった。 しかし白紀末期には気温が徐々に低下し始めており、隕石落下前の窒素から発見される化石では大型恐竜やアンモナイト類の種の数が減少していた。それでもまだ現在より温暖で南極、北極ともに氷河は形成されていなかった。ケーピコグラム協会ではこの温暖な時代の旋回に巨大隕石が落下した。 隕石の衝突では、隕石の持つ運動エネルギーが衝突時に解放される。運動エネルギーは、隕石の質量に比例し、速度の事情に比例する。隕石の落下速度は、隕石の軌道が地球軌道とどのように交わるかで大きく変化するが、少なくとも 15km 毎秒、時には 50km 毎秒を超える。 これを時速に換算すると最も遅い隕石でも5.4万 km 毎時で、その落下速度は空気抵抗による減速を考慮しなければ、Z 旅客機の巡航速度、約 900km 毎時の60倍に相当する。隕石が小さい場合は、空力加熱、隕石前面の空気が圧縮されて加熱するで地上に落ちるまでに燃え尽きてしまうが、もう少し大きいと、 空気抵抗によって減速されながら落下し地上に隕石として残。直径50メートル以上の大きさで、鉄隕石のように硬いものだと、空気抵抗による減速の影響は少ないまま地上に激突する。この場合は、隕石の持つ運動エネルギーが大きいため、隕石本体は地面に潜り込みながら激しい衝撃により爆発する。そのため隕石衝突のエネルギーを比較するには、 核爆弾と同様に爆発のエネルギー、具体的には代表的な火薬である TNT の重量、TN 換算で表記する。チクシュルーブクレーターを形成した衝突エネルギーは TNT 換算30から10メガトンと計算されているが、この量は冷戦時代にアメリカとソ連が持っていた核弾頭全ての爆発エネルギー10ガトンの1万倍以上に相当する。 宇宙から落下してくる隕石は大気圏で表面温度が1万度近くまで熱せられる。高速の隕石は高度1万千メートルより下の大流圏を1秒以下で通り過ぎるので非常に大きな衝撃波を伴う。地上に衝突した直径10キロメートルの隕石は近くに数十キロメートル潜り込みながら運動エネルギーを解放して爆発する。 隕石爆発のエネルギーで衝突地点周辺の石灰岩を含む近くが蒸発や飛散によって消失し深さ4 0キロメートル、半径70から8 0キロメートルの湾型のクレーター、トランジェントクレーターができる。この時クレーター部分とその周辺の海水も同時に蒸発、飛散してなくなっている。爆発の衝撃による爆風が北アメリカ大陸を襲い、 マグニチュード10程度の大地震が起こる。トランジェントクレーターの底には溶解したが蒸発。飛散せずに残った岩石が溜まっており、やがて再凝結する。大きく開いたクレーター中心部は、地下深部の高温の岩石が、突然に盛り上がって基中央部が高くなる。中心部の盛り上がりに対応して、地下の岩盤の周辺部は低下し、地表ではトランジェントクレーターのおわん型の壁が崩落して、 外側に広がっていく。これらの地殻変動によって、トランジェントクレーター周辺の地殻は波打ち、同心円状の構造が形成され、トランジェントクレーターの形状は消えてしまう。さらに大きなクレーター構造となって残る。旋回に空いた巨大なクレーターに向かって海水が押し寄せるため、周辺海域では巨大な引き波が起こる。勢いよく押し寄せる海水はクレーターがいっぱいに、 なっても止まらず、巨大な海水の盛り上がりを作った後、押し波となって周辺へ流れ出し、全世界へ広がる。衝突地点に近い北アメリカ沿岸では300メートルの高さの津波となって押し寄せた。地面に衝突して爆発した隕石は、全量が飛散し、衝突地点の岩石も、衝撃のエネルギーで蒸発、溶解、粉砕される。トランジェントクレーターでは、 隕石質量の約2倍に相当する岩石が蒸発。ガス化、隕石質量の約15倍の誘拐した岩石と隕石質量の約300倍に達する粉砕された岩石が飛び散る。蒸発した岩石には石灰岩や石膏が含まれており、これが大気中で分解して大量の二酸化炭素と二酸化黄が発生したと考えられる。誘拐した岩石は 空中で冷えて凝固しガラス状のマイクロテクタイトになる。衝突地点から吹き上がった高温の噴出物はクレーター周辺に落下して森林に火事を起こさせ大量のススを発生させる。衝突地点から放出された大量のゴミや大規模火災によるススは空中に舞い上がり太陽光が地上へ到達するのを妨げた。隕石衝突で大気中に巻き上げられたゴミやススは 比較的大きなサイズのものは、大流圏、高度約1万1000メートルまで、まで上昇し数ヶ月後には地上に落下するが、1000分の1ミリメートル以下の小さなサイズのものはその上の成層圏や中間圏まで上昇し、数年から10年間とどまる。これらは、太陽光線に対して不透明であり、隕石落下の直後には地上に届く太陽光の量を、 通常の100万分の1以下に減少させる。この極端な暗闇は、大流圏に大量に吹き上げられたススやゴミが、地上に落下するまで数ヶ月続くが、その期間気温が著しく低下し、光不足で植物は光合成ができなくなった。北アメリカのケーピコグラム協会に相当する地層のハスやスイレンの化石から隕石は6月頃に落下したこと、ジューンインパク。 落下直後には植物が凍結したことが分かった。またケーピコグラム境界直後の海洋においても植物プランクトンの光合成が一時停止したことが判明している。大気中に放出された二酸化黄は空中で酸化し硫酸となって酸性雨として地表に落下したり、一部は硫酸エアロゾルとなって空中に留まった。さらに高温の隕石や飛散物質が 空気中の窒素を酸化させて、窒素酸化物を生成し酸性ウをさらに悪化させたことも想定されている。先に述べたススやゴミと同様に、硫酸エアロゾルも地表に届く、太陽光線を減少させる物質であり、これらの微粒子の影響による寒冷化は約10年間続いたと推定される。これらの隕石衝突による地上の暗黒化、寒冷化を衝突の冬と呼ぶ。 寒冷化の影響がなくなった後、蒸発した石灰岩から放出された大量の二酸化炭素による温暖化が数十万年続いた可能性が指摘されている。以上のように巨大隕石の衝突は、衝突地点での破滅的な状況のみならず、数ヶ月から数カ年に及ぶ地球全体における光合成の停止や低温、その後も続いた環境の激変を正規させた結果、 多くの生物種が滅びる原因となった。哺乳類が隕石衝突を生き延びた理由については確かなことは分かっていないものの、その小さな体が大災害を生き延びる上で有利に働いたというのが多くの研究者たち共通の認識である。アルバレスらの論文を読んだアメリカの天文学者カール・セーガンは隕石衝突の爆発によって舞い上がったゴミが 地表の暗黒化と寒冷化を起こすのであれば、各戦争による核爆発でも同様のことが起こるのではないかという点に着目して研究を開始した。いわゆる核の冬理論である。この理論は世界的な反響を呼び、国際学術連合環境科学委員会の主導で1985年から2年間、30カ国300人の科学者を動員して検討が行われた。 その検討結果では、冷戦下でアメリカやソ連が保有していた核弾頭全部 TNT 換算10アトン相当が爆発した場合、爆発で舞い上がったゴミや大規模火災で生成されたススの影響で地上に到達する太陽光の著しい現象と厳しい寒冷化が起こるとされた。ここで、計算の元となった全核弾頭の爆発エネルギーは、 ケピコグラム協会で落下した隕石の持つエネルギー TNT 換算10メガトン以上の約1万分の1である。1980年代に北海道の十勝郡浦幌町の重川ルフ川で発見されている。ケピコグラム協会はネムロ軍群川ルフ層の上部霊岩武装中に存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。